あ、来た。そう、それで皆様ご視聴どうもありがとうございますとかって最初言って、ちょっと皆様ご視聴どうもありがとうございます。え、だからさっき言ったじゃん、その55歳以上でも人生まだまだこれから幸せになれるようにみんなでいろいろ考えるチャンネルです。なのでまずはいろいろ同世代ならではの悩みや、ね、葛藤や楽しみや人生の喜びなど語っていきますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。そういうのジョーの言葉で。そんな死にそうな顔してどうすんの。はい、皆様こんにちは。この番組は番組じゃん、テレビじゃないんだか。こんにちは、みんなこんにちは。ちょっと髪の毛もうちょっとなんとかならないのさ。洗ってきたばっかなんだ、しょうがないだろ。死んだような顔してる。耳からだよ。こんにちは。このチャンネルは55歳から再スタートを切った僕たちのまだまだ諦めない人生、いろいろあるよっていうね、みんな応援するような番組でもあるわけだね。まあ人生まだまだ長いからさ、まあ悩みもあるだろうし、いろんなことがあるだろうけれどね、これを見てまあ意見や感想やいろんなことがあれば直接ね、メールくれても連絡くれてもいいし、まあここにねリンク貼っとくんで、そこに連絡くれてもいいしさね。まあ僕らを見て楽しんでくださいということで、これからねあれを言うことにしたの。必ず始める前にはその今日のテーマとかを、あれどうしたの、リリー、リリー登録のお願いを必ず言うので、なぜかというと55歳以上でも幸せになれるようなライフスタイルを提供しています。皆さんでみんなで幸せになるためにチャンネル登録もよろしくお願いします。で、ジョー言って、早くチャンネル登録もよろしくお願いします。だから理由言わないとダメなのよ。え、どうしてチャンネル登録をするかっていう理由。面白いから。面白いからだけじゃちょっと私たちにはまだそのタレント力ないから、ね、そんなことないよ。いや、なぜかというと40代50代もう人生終わりと思ってるような人でも、実はまだまだこれから人生開花が始まりますよっていうライフスタイルを提供しています。というか、みんなでそういうものを探しています。なので、チャンネル登録してみてください。何かいいことが思いつくかもしれませんよ。ね。それでいいじゃん。今のでいいじゃん。今日はもう一緒に言わないと。はい。何かいいこと思いつくかもしれませんよ。ジョーは一子に出会ってそれが見つかりました。ね。わーい。何それ。人生諦めちゃいけませんよ。ほんと、ジョー諦めてばっかりいたからね。え、なんで俺をディスるの。ディスってないじゃん。よかったねって言ってんじゃん。だから諦めたってね。ちょっと休憩してた。え、休憩しすぎ。もう本当にその間にね、もうこんなにもうね、どんどん人生は。こんなに老けちゃって、ひとこが、もう困っちゃったね。だから今、綺麗になって。ね。で、何今日のテーマは。いや、ちょっと、どうしてそういうこと言うの。早く。早く、訂正して。はいはい、綺麗ですね。はいはい、じゃないでしょ。
このチャンネルの目的はみんなで50代40代でも幸せになれるっていうライフスタイルを探しましょうっていう目的なんだけど、私はジョーにね、個人的にもっとね、こう素直になってほしいと思ってんの。だからジョーはすごく照れ屋さんだからね、なんかね、こう思ってることちゃんと言えないのね。だからそれをね、こうやってね、みんなの前でも一子大好きとかさ。一子も素直じゃないじゃん。私も素直だよ。全然素直じゃないじゃん。ジョーのこと好きで好きでも死ぬほど好きなのに全然そういうふうに言わないじゃん。言ってるよ。俺の前では言わないじゃん。え？言ってる。みんなもうそんなのさ、この、これでも好き好きってハートマークつけてるしさ。ジョーはさ、私がさ、おはようっていう時にハートマークつけないともうすっごい機嫌悪くなったりするじゃん。そういうのをさ、隠すじゃん、ジョーは。なんかカッコつけてさ。何カッコつけてない。カッコつけてこないだろ。自分がつけろって言ったのに、自分からそれをつけなくて。違うよ。違う。私ね、でもこれ感動したんだけど、それつけ、今はね、つけてないと、あれなんでいつもつけてんのにつけないのかなって、そりゃ思うよ。だけどさ、ジョーって最初からもうすごいさ、ハートマークいっぱいなんか送ってくる人だなって思ってたの。で、それいいこと、いい意味だよ。だって女性は嬉しいじゃん、そんなの。当たり前でしょ？あれじゃん。で、それですごいさ、こわもて。素直じゃん、俺。え、だからすごい。で、怒ってても、ハートマークの色が変わるだけで、赤いハートが怒ってるときは、もう一個とかって言って、黒いハートになったりとかして、それってさ、すごい面白いなって思ってたの。そういうのっていう、それでいて、なんか日本人はそういうあんまりことを言わないとかって言ってたじゃん。あの時も言ってたよ、ジョーはすごい努力してるよって。ああ。動画を見てあいつ思ったわけよ。これいそうの？これ、あいつやってんのすげえ努力してるなって。努力してるってんじゃなくて自然にそうなるんでしょ、ね、そのぐらいね。今まで見たことがない生竹だぜっていう、ね。そう、本当びっくりした。でもこの笑顔。とかって言ってさ、こんな笑顔は見たことがない。ほら、でもそれはだからいいこと で、そういうのをもっとさ、ね、まだ多分恥ずかしくて出せてないんだと思うから、それをね、もっとね、この子はね、ね、子供の頃からね、恥ずかしがり屋なの。幼稚園児の頃から。わかる、うん、ね、君だってそうだったじゃん。もう全然目立たない子でさ。ね、そうやってね、密かにディスることはいいの、別に。ね、ディスってないよ。ディスってんじゃん、そう。全然おとなしい子だった。別にそれが悪いと言ってないよ。ね、ま、俺は目立ってたよ、ガキの頃から。目立ってた、ね、何それ。目立ってない。友達の中では結構中心的にいつもいたもん。そうなんだ。え？ピカピカ？なんか、ピカピカじゃん。何それ。最近ちょっとね、お手入れしてるの。あのさ、あのすごい若い人気の YouTuber カップルがいて、知らなかったんだけどさ、結構何組かいるわけよ。でその人たちがさ別れちゃったんだって。それでさ見たけどさ、やっぱりすごいすごいの、観覧数とか。だからね、だから私たちはそういうカップルの、あの高齢者版になろう。これからはその高齢者向けのチャンネルがいいって言ってたしさ。どこ行くの、リリ。誰と？ミマ。ちょっと来て。あ、こんにちは。ミーティングだ。したミーティングと思ったから。ミーティング終わったの。うん。うん、で何リリ。何？何？え、ニーナとコーヒーに飲む。ニーナ、あの彼の名前は何て言うの？誰？イーサン。誰？あ、イーサン。え？イーサン。ちょっと刺身する。イーサン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 。え？イーサン。イーサンのイーサン。イーサン？イーサン。T H。だ。Ten.
イーサン。イーサン。イーサンじゃないの？イーサンホークって言うでしょ。イーサン。イーサンか。イーサンね。イーサン。イーサン。ジョーがイーサンの発音できない、リリッ。見て。かわいい。もうさ。かわいいじゃん。かっこいいじゃん。うん、見てた。ちょっと。え、イーサン今言ってんの？ライブ？ノー。なんだ。かわいいでしょ？もうね、かわいいじゃん。リリのこと大好きなんだって。言ったじゃん、ね。リリのこと大好きで、もうずっと前からアタックしてんのに、僕はリリに嫌われてるんだとかって言ってて、チューとかしてんの。どういうことそれ？今度の、今度のかっこいいじゃない。今度の、イーサンに言っといて、今度マミたちのユーバーク YouTube プロジェクトにもイーサン巻き込んで、イーサンも一緒にズームやるから、絶対絶対。まだ別れたらどうすんだよ。そうそうそう、さっきね。でもさ、だってそんなこと言ったら前の元彼だってさ、 YouTube に出そうと思ってさ、まあいいや、そ、彼だってさ、YouTube アカウント持ってて結構ヒットしてんだよ。あのゲームのこととか、やっぱり、やっぱ若者はゲームとかさ、そういうの実況中継とか、そういうのまあいいみたいなんだけど、それでいいなと思ったら高評価やいいねボタンも押してください。よろしくお願いしますっていうの。それで質問やリクエストとかコメントなんかもあったら、あのいつも見てますので。じきじきにお答えしますから、どんどんお寄せください。なんか取り扱ってほしいこととかもあったら送ってください。でもしコメント欄が恥ずかしかったら、 E メールアドレスも下に概要欄に置いておきますので、そこからどうぞっていう風に一言言えばいいんじゃないの。今のでいいじゃん、全然ね。それで今日のテーマは何とかですって最初に言ってあげるわけ。だから今日のテーマはもうちょっと長くなっちゃったから、これ一旦ちょっと切って、あ、ちょっと待って、もう一回、あ、ダメだ、もうこれ。